ございまして、誠にありがとうございます。本線は先ほどおもらい号に出航いたしました。苫小牧港への入港は明日の午後1時30分、時間30分を予定しております。それまでどうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。東方道ご利用のお客様にお願い申し上げます。お部屋はすべて指定席でございます。お部屋、お席の番号をお確かめの上、指定の席をご利用ください。おタバコをお吸いの方にご案内いたします。指定タバコを含め指定コーナーを除き、店内はすべて禁煙でございます。おタバコは最後方にございます喫煙コーナーをご利用ください。喫煙コーナー以外での喫煙は会場運動法により禁止されており、固くお断り申し上げます。客室のご案内を申し上げます。本日は午後10時22時までご利用いただけます。タオルをご用意の上、ご入浴をお楽しみくださいませ。引き続きご注意とお願いを申し上げます。乗車や携帯電話の置き忘れや紛失、盗難には十分お気をつけください。店内において盗難事件が発生しますと、海上保安部による立ち入り検査が必要となり、お客様の目線が大幅に遅れる場合がございます。その他、不審なものやお客様のトラブルにお気づきの場合はすぐにお知らせください。またドアの開け閉めの際のお怪我にもお気をつけください。お子様の一人歩きやかけっこ、冗談ベッドのご利用は大変危険でございます。十分
案内申し上げます。当レストランはセルフサービスでございます。お帰りの際は商品お手数をおかけいたしますが、バイキングコーナーに向かいまして、左側ドリンクバー横の返却口まで食器をご返却いただきますようお願いいたします。苫小牧港 MK 航行をしております。また本線の到着時間帯におきます苫小牧港内の信号管制を受けまして、本日の苫小牧港入港時刻は定刻より約20分ほど遅れまして13時50分ごろを予定いたしております。お客様へはお急ぎのところ旅行が遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほどお願いを申し上げます。繰り返し本日の苫小牧港入港時刻の変更につきましてご案内をいたします。本日の朝方からの非常に強い風と高い波によりまして、現在定刻よりやや遅れて苫小牧港へ向け航行しております。また本線の到着時間帯におけます苫小牧港内の信号管制を受けまして、本日の苫小牧港
入港予定時刻は定刻より約20分ほど遅れまして13時50分ごろを予定いたしております。お客様へはお急ぎのところ入港が遅れまして大変ご迷惑をおかけしますがご了承のほどお願いを申し上げます。現在も船体がやや大きく揺れております。今後も船体の揺れが続くと思われますのでお客様におかれましては十分ご注意いただきますようお願いをいたします。本日はサンフラン札幌にご乗船をいただきまして誠にありがとうございます。音に癒されて